皆さんこんにちは。あー、揺らしちゃった。アリョーナです。今日は座った状態からのスタートなんですが、今私が神奈川県のですね、大山に来ています。はい、で大山に来るのがですね、実は2回目で、1回目はいつだったかというと、今年の1月の末ぐらいだったかな。実はですね、私が初めて登った山だったわけなんですね。こちらの丹沢の大山がですね。で今回季節を変えてもう一度ですね、大山の方に来たんですが、今はご覧の通り秋で、ちょっと紅葉とかがですね、綺麗にですね紅葉してきて、その紅葉を楽しむことができるんですが、今日紅葉的じゃなくて、なんでしょうね、もうそろそろ、冬に入って高山の季節が終わるんですが、私は初めて登ったこの大山にですね、ちょっと感謝の気持ちを伝えたくて、今回はですねこちらに来ることにしました。でですね、今回は本当に盛りだくさんの動画にはなるんですが、大山に感謝言いたいのもそうだし、紅葉見たいのもそうだし、あとで期間限定でこちらの山でラーメン食べることができます。ゆずラーメンで有名なアフリラーメンさんが今期間限定でなんか出張所みたいな形でここにちょっとラーメンを出してるんですが、あっというのもアフリラーメンとこの山にあるアフリ神社とこの山が深い縁があるようでですね、今土日限定でもうラーメン食べることもできる。でそれだけじゃないんですね、実は私は今日一人で来ているわけではありません。皆さんがですね、私がぜひ山に連れて行ってほしいっていう変な日本語になっちゃったんですけど、皆さんからよく人ぜひ連れて行ってっていうね、コメント抱くんですが、今日はあの人を連れてくることにしました。というわけで本当に盛りだくさんで、感謝の気持ちと紅葉と、ラーメンと友達ですね、はい、いろいろと今日は紹介していきます。で実際に今、ですね、大山神社の裏にいまして、今からパパッとですね、大山の山中に行ってくるんですが、ここまでは、麓からケーブルカーで、大山寺というところまで行って、ちょっと寺で、お寺で紅葉とか見て楽しんで、でですね、お寺から歩いてここまで来ました。
お守りやったこい。ちばしとぶとしとぶちばうたもんにちょっぽほうにたいだしとばだだはい、もう実は登り始めたんですが、今日はね、はい、この方みんなご存知ですよね、皆さん。今日はですね、アシアと二人で登っていきます。少し登ったけど、どう？腰が痛い。腰が痛いいや、嘘そんな痛くないけどでも結構元気でしょ、まだ。でもまだ元気で、結構きつそう。でも割ともう桃登ったよ。神社の方からはですね、もう 100m 以上上げましたよ。で、ストレッチね、はいはい。どこストレッチするか。まあ、全身でもいいと思うよ。足とかは特にねいや、わかんない。新しいストレッチのやり方ね。はい、まあ、というわけで今日私たちがサシアが今ストレッチ頑張ってるんですが、今日私たちが2人で登っています。あれ、今まではなんか高尾さんは登ったことある？自分で歩いて。あるありますね、ゼロから。そう、だからまあ今日もそれと似たような感じだけど。いや、信じない、この子信じない。この子ね、もうやばい山に登るから、ね、いやでもやばい山に連れてきてないじゃん、うん、でも高尾さんぐらいって言ったら多分違う。いや本当にそうだよ。高尾さんこんなのないよ。まあ、もっと緩やかか道にもよるか。まあ、っていうわけでですね、ちょっと頑張っていきますが、まあ、どうしても無理という時は引き返して戻ります。はい、はい、どうしても無理となっている時は無理しないので。そう、無理しないのでちょっと登っていきます、うん、元気に登ってるじゃない。もう無理、もう上見るとやる気が起きないでももう結構登ったよ、標高だいぶ上がるでしょこれ。まあ続くんだけど、でもだいぶ標高上がったよ。上の方がもう少しまっすぐ頑張ろう。 OK やっぱりね、今日は天気がいいから景色も素晴らしいね。もう神奈川県全部見えるね紅葉した木とかもね、遠くまで海も見えてますね。綺麗。これは多分伊豆ですかね。芦屋先生は私ちょっと分からなかったけど、伊豆半島のはずです休憩ちょっと休憩いいよ。お水、水分補給しよう、はい、ちょうど私もしたいね。休憩あー、この木戸ね、私冬に歩いたんですけど、その時はでもこの辺からなんか雪があった気がするな。でも私この道が本当に好きで、なんかすごい懐かしい、帰ってきたなーって感じ。また来たなー。綺麗ですねここ。あれ、富士山、すごっ。タンタンタン、今日の美しい富士山だ。すんごいね、これ雲一つもない。わお。いやー、これ足山も喜ぶんだろうな。あと多分30秒で着くと思います。いや、10秒かな。美しいね、これ。おもりで、もうほぼほぼ登ったけど、どう？いや、ほぼほぼじゃない。いや、多分7割 75% ぐらい登ったと思う。あ、こんな登れるんだと思って。でも結構登れるよ。足は疲れたけど、靴も汚いけど、まあまあそうだねもうちょっとだよ、でも本当に。あと 150m ぴたしぐらい、うん、はい。景色今すごくて、
木の隙間からね、もう神奈川県も千葉県も全部見えて、海も見えて。神奈川、東京、千葉。そうそうそう、全部見えるんですよ。静岡。静岡まで見える。あ、そっか、伊豆だからそうだね。うん。すごっ。はぁ、すごい。もうちょっとで出発します。心配ない。気をつけて。本当に気をつけてよ。はい、まもなく山頂に到着します。あと5分ぐらいでしょうか。意外とね、登れたね、今日は。そうだね。あそこ山頂の標識あるよ。登った。はい、皆さんありがとうございましたね。あそこね。どうこの景色。すごい。こんな初めて見たもん。こんな高さから景色見るの初めてだよ。飛行機以外は。はい、こんな高い山登ったことないよ。はい、時間も時間ですので、もう私たちは下山しています。山頂の景色についてはね、まあ、ここからもすごいんですが、もう素晴らしいですよね。本当に感動してもらって、私としてもね、なんかね、すごい使命感を感じたっていうか、嬉しかったですね。かわいい、かわいい。触っていいですか？あ、エゴ、サイ。なんてかわいい。うわすごい。わー、ふわふわ。ねー。最終になります。発車までもう少々お待ちください。お腹空いたでしょう。
すごい。おー、美味しそう。はい、というわけでですね、私たちが伊勢原駅に戻ってきたんですけど、今日は帰りがですね、思ったより少し遅くなって、最後は、まあ、結構まあ暗い中でライトを照らしながら下山することになったんですが、その分ですね、すんごい素晴らしい夜景と夕日が見れて、月もね、星とか、そう、星も月も全部見えて、でケーブルカーも下りであればですね、まだやってたので、はい、全然歩いてももうライトがあるぐらいなので良かったんですけど、はい、まあ、ケーブルカーの方が楽だったんで、はい、というわけで今日はですね、私は2回目の大山と登ったし、友達も連れて行ったし、ラーメンも食べたし、いろいろ経験できたし、どうだったシアは？リンゴ饅頭美味しかった。リンゴ饅頭もすごい美味しかった。あれまた買いたい。ね、良かったです。下った後にね、うん、なんかどう？登れると思わなかったから、そう、すごい景色も素晴らしかったし。はい